はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第664回をやっていきたいと思います。今回は限定合理性の概念ということでやっていきたいと思います。で、今何をやってるかっていうと、組織論というのをやってるわけですね。組織について研究している学問をやっているということになります。人と組織っていうふうに比べたときに、人はなぜ組織を作るのか、なぜ組織で仕事をするのかということですね。で、その組織の強みと弱みは何なのかっていうのを見ていっているということになります。で、組織についての研究、学問、組織論は大きく流れとしては3つあるということですね。最初は科学的管理法ということで、人を機械の部品として捉えて、とにかく効率を追求したということですよね。標準作業と標準時間っていうのを規定して、その標準作業を標準時間で無駄なくやってもらう、それが一番効率が高くて生産性が上がるんじゃないかっていう考え方が科学的管理法ですよね。で、それに対して人間関係論っていうのは、人は、ね、必ずしも、ね、素晴らしい環境で一番高い生産性を上げるわけじゃないということですよね。もしかしたら、ね、環境が悪、物理的な環境が悪かったとしても、例えば照明が暗い場所だったとしても、逆になんかね、おしゃべりしてなんか無駄なことをやってるような場合だったとしても、逆に、ね、照明が明るくて黙々と作業をやってる場合よりも高い生産性を上げる場合もあるということです。それは人は、ね、機械じゃなくて心を備えてる人間だから、だからその心が結局物理的な要素よりも重要なんだということですよね。だから従業員の感情や欲求などに焦点を当てて、じゃあ人はどうやったら、ね、その参加してるっていう意識を、参加意識を持てるんだろうかとか、どうやったら、ね、自分はすごく特別な、ね、重要な役割を与えてもらったって感じてもらえるんだろうかとか、どうやったら一人一人のやる気を引き出すことができるんだろうかとか、どうやったら、ね、仲間と一緒に働いているっていう連帯感を感じてもらえるんだろうかという、その人の内面、感情、欲求、心に焦点を当てた学問というのが、人間関係論ということですよね。で、今回は3番目の限定合理性ということで、これは今一番近代の組織論の主流になっているということになります。はい、ということで限定合理性の概念ですね。人は意思決定に際して必要な全ての情報を入手できないということですよね。ね、自分が、ね、意思決定、何か決める、決断する、意思決定する、その時に必要な情報を全て、ね、入手するということはできない。物理的に無理ということですよね。もう情報がどれだけ無限に存在している中で、ね、自分が判断するために全部の情報を手に入れて、その全ての情報の中から判断するということは実際はできないと、ね、自分がやっぱりね、1日24時間1年365日の範囲内でやっぱり入手できた情報で判断するしかないわけです。そして全ての選択肢を比較検討することもできないと、ね、一体選択肢いくつあるんだろうと、ね、例え旅行するって言ったって、ね、もう選択肢っていう無限にありますよね。じゃあどこに行くっていう行き先一つ決めるのがあったとしても、ものすごい選択肢があるわけです。誰に会うって言ったとしてもすごい選択肢があるし、どんな仕事をするって言ったとしてもすごい選択肢があるわけですよね。それを一つ一つ全部、ね、分析するっていうことは実際物理的に無理ということです。全ての情報を入手することもできなければ、全ての情報を比較検討することもできないということですね。だから人は限られた認知、ね、見たり聞いたりっていう認知が限られていると、ね、脳の情報処理能力っていうのは無限じゃなくて有限だと。そして思考の範囲内、ね、限られた情報、ね、限られた情報で限られた能力を使って限られた考えしか持てないわけです、ね、なので限られた認知や思考の範囲内で意思決定を行う、これはもう仕方がないわけですよね。もうこう人、物、お金、時間、情報というのは無限じゃなくて有限なので、ね、自分たちの1日24時間とか使えるお金とか、ね、処理できる情報の量とか入手できる情報の数とか、そんなの全部限定されている、限られているわけだから、その限られた認知や思考の範囲内に意思決定を行い、そして目標に対して満足できるような成果を得ることを目指しているということですよね。という考え方になったわけです。要するにこう人間というのは無限の、ね、潜在能力を持っているんだとかっていう、そういう、こう幻想があったところがあったわけですけど、実際は違うと。人間は無限の能力は持ってないんですね。無限の可能性は持ってますけど、無限の能力は持ってないわけです、ね、何にでもなれる可能性はありますけど、でも何にでもできるわけじゃないということですよね。やっぱこう有限なので、自分の人生の中でこれをやるというのをやっぱり選んで
で、でその選んだものに対して実際はやっていくということになるわけです。でそうした時に人は完全合理性を備えて常に最適化された行動を取る経済人ですね。これは一つの仮定だったわけですね。で仮説として仮定として人は完全性を備えて常に最適化された行動をとる経済人という仮定があったわけです。何の仮定かといったら経済学の仮定ですね。経済学という学問は人間というのは完全に合理的だと、ねね、実際選択肢が2つあったならば必ず合理的な方を選択するはずだという過程で成り立っている学問が経済学なわけです。人間というのは経済人なんだと。経済人ってどういう人なんですか。完全合理性を備えて常に最適化された行動を取るっていうのが経済人であり、こういう人間のことを経済学で仮定しているわけです。こういう人間がどういう、この場合はどういうふうに選択するんだろう、どういうふうに意思決定するんだろう、どういうふうに行動するんだろうというのを突き詰めて考えたのが経済学なわけですね。ただもし人間が完全合理性を備えて常に最適化された行動を取る存在であれば、経済学が想定しているような存在であれば経済学通りに、ね、経済というのは動くはずなんですよ、ね、っていうふうに研究しているわけです。人間が、ね、完全に合理性、いつも合理的、いつも論理的、正しく選択ができるっていう存在で、常に最適化された、要するに無駄がないね、一番効率のいい、無駄がない最適化された行動を取るという人間が74億人いるんだったら、経済学通り経済が動くはずなわけですよ。でも実際は経済学通り経済が動かない。なぜか、それは経済学が想定しているような、ね、人間というのは完全合理性を備えているわけじゃなくて、時として不合理なんですよね。時として合理的じゃない、論理的じゃない行動を取るわけなんですよ。でそれは何でかっていうと、ね、結局認知能力が限られてるから、全ての情報を入手できるわけでもなく、全ての選択肢を比較検討することができるわけでもなく、全ての情報を処理して頭を使って考えることができるわけでもない。限られた認知、限られた思考で判断するしかないから、だからいつもいつも合理的な意思決定ができるわけじゃないということですよね。だから人は合理性に限界がありながらも意識的には合理的に行動しようとする、ね、本人としては合理的に意思決定しようとしているわけです。ただ能力としてそれが実際は限界があるので、いつもいつも合理的に意思決定できているわけじゃないということですよね。それをこう経営人と言っているわけです。経済人は完全合理性なんです。経営人というのは合理性に限界があるっていうのを認めた上で、限界がある人間ができるだけ効率的に、ね、合理的に行動しようとしてるわけですね。こっちの方がだから現実的なんですよ。経済人っていうのは経済学が前提としてる人間の、まあ、あるべき姿っていうか理想的な姿っていうような感じがあるわけですけど、経営人っていうのは極めて現実的な人間像ということですよね。できるだけ合理的に行動しようとしてるんだけど、でも能力的にいつもいつも合理的に、ね、意思決定できてるわけじゃない、意思決定合理的に行動ができてるわけじゃないという、まあ、現実的な経営人っていう、まあ、そういう、ね、人間のその過程が変わったということですよね。この限定合理性の考え方概念によって、その人間は経済人じゃなくて経営人ですと。完全に合理的な存在じゃなくて、ね、できるだけ合理的であろうとしてるんだっていう、経営人っていう過程になっているということです。そして個人の認知能力に限界があるからこそ、その限界を超えるために人は組織を作るんだということですね。人は一人一人がね、能力がね、無限じゃなくて有限なので、だからその有限性の限界を超えるために組織っていうのを作るんだという考え方ですね。だから部門ごとに専門化された階層型の構造の中で分業と調整を行うことで、複雑な環境をそれぞれが処理できる範囲に分解し、合理性を確保できるようにしているということですね。で要するに、例えばね、これだけの、ね、情報を処理しないといけない、しかし一人の人間でこれだけの情報を処理するのは難しいということですよね。だったらこういうふうにこう、ね、階層を作って、そしてこういうふうに階層を作って、一人でこれだけの、ね、情報を収集して、全部、ね、選択肢を分析して、それで意思決定するっていうのは実際その人間の能力上無理だから、だから、ね、こうやってこう組織を作ればいいんじゃないですかという話なんですね。で
そうするとこの人がここの、ね、情報を収集してここの範囲内で意思決定をすればいいわけです。ここの人はここの情報を収集してここの範囲で意思決定をすればいいわけですよね。ここの人はここの範囲で情報を収集してここの範囲で意思決定をすればいいわけです。そうすると一人一人は全ての情報を収集しているわけじゃないけれども、これだけの人で組織を作れば結果的にかなり漏れがない情報収集ができるっていう考え方ですよね。だから複雑な環境をそれぞれが処理できる範囲に分解ですね。この人はこれぐらいだったら処理できる、この人はこれだったら処理できる、この人はここだったら処理できるっていうふうに複雑な環境をそれぞれが処理できる範囲に分解して、そして一人一人は、ね、全ての情報を把握することはできないんだけど、この組織という形で結果的にはね、それをその限界を超えようと、要するにこの全体としてより、ね、合理的に考える、意思決定できるようにしようというのがこの組織というのの考え方だということですよね。一人の人が完全に完全完璧で、全ての情報を収集し全ての選択肢を分析し吟味して、そして本当に合理的に意思決定できるんだったら、もしかしたら組織はいらないのかもしれないけれども、しかし実際はそれはできない。この全ての情報を一人の人が1日24時間1年365日で全て把握するということはできないと。だったら一人一人が情報が処理できる、そして分析できる、選択できる範囲内にこう、ね、仕事っていうのを、情報と仕事っていうのをこう分業して、そしてそれでこう調整して、例えばこの人は上に報告して上に報告してみたいな感じでこう分業と調整で、結果的に組織全体として合理的だったらどうですかっていうのがこの組織の考え方ということですよね。これが、まあ、一番現代の組織論の主流ということになります。まあ、そうすると一人の個人よりも組織の方が常に優れているように感じがしますけど、実際は違うということですね。これはこれで一人一人の、ね、合理性が限定されているのを、ね、補おうとして、ね、より完全な合理性を目指して組織っていうのを作るわけですけど、しかし逆にこうなったからこそマイナスっていうのも起きているということですよね。やっぱり常にね、全てのものは表と裏、プラスとマイナスっていうのがあって、組織の方が個人よりも圧倒的にもう どんな視点からも 100% いいんだったら、ね、個人で仕事する必要はなく全ての人が組織で仕事をすればいいわけですけど、ね、個人の弱点を補うために組織っていうのが作られたわけですけど、組織は組織として逆に弱点を抱えたということですよね。それは次回以降でまた詳しくやっていきたいというふうに思います。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。